どうも、阪神タイガーソンエンチャンネルの主健太元と申します。よろしくお願い致します。さて、本日はですね、えー、高山選手について語っていきたいと思いますと。と、うんえー、高山選手はね、えーまあ、阪神に入って一年目、えー、新人王を取ってねいや。素晴らしい活躍をしてくれたというのがね。皆さんの記憶にあるとは思うんですけど、ただね、二年目、三年目というところでは、成績を落として。 で、まあ昨シーズンね、まあ新人王を取った1年目の輝きをね、あ、ちょっとずつ思い出させてくれるかなという感じで復活しつつあるという状況のね、高山選手なんですけど、まあね、その僕的には、その来シーズンのスタメンオーナー、まあ吉尾さんと、まあ孝介さんには、まあそのね、正直試合に出てほしい気持ちはめちゃめちゃあるんですけど、ただ、 まあ、そのね、ベテランと呼ばれるお二方には、そのベンチから、えー、スタートしていただき、 まあ、その外野、阪神の外野手においては、センター近本選手、まあレフト高山選手というところでね、まあライトは誰になるかちょっとわからないですけど、まあそれこそね、外国人選手、サンズ選手が、えー、ライトに入るかもしれないですし、まあそれこそね、吉尾さんが入ったりというところはあったりするかもしれないんですけど、外野のね、まあ全体的な阪神タイガースにおいての若返りというところにおいては、えー、金本さんがね、ある程度、 え、改革を進めてくれてたおかげもあって、え、昨シーズン3位という素晴らしい成績を残せたと、え、個人的には思ってます。だから金本監督にね、いや、本当にありがとうございましたと、え、この思い届け、って感じなんですけど、まあまあまあ、それは置いといたとして、ね、え、外野のね、若返りというところにおいても、え、期待したいなというところでございますと。まあね、その、吉尾さんとね、孝介さんが、まあその、 うん、その悪い言い方をすれば一気に平均年齢を上げてる人たちなんでね。まあ、40、まあ、来シーズンで3と40か。うん。っていうところから考えてね。まあ、もちろんね、その2人にまだまだ期待できる部分はありますと。えー、コウスケさんなんてね、クライマックスステージで DNA 戦でね、ホームランを打ったじゃないですか。いや、あれかっこよかった。 といいまま置て <laughs> ね、えー、そういうところもあったりするんで、ベテランのね、その一振りの、えー、輝きというところにおいて、めちゃめちゃ期待はできるんですけど、基本的なところにおいて、やっぱり若返りというところ、まあ将来の阪神タイガースというところにおいてね、えー、頑張っていただくために、えー、僕的には高山選手を、えー、スターメンとして押していきたいなというところでございまして、ね。 まあ、この時期になりましたら、まあ、キャンプ前のトレーニングというものをね、やってらっしゃるわけですよ。皆さんね、いろんな選手をやってらっしゃいますよ。そこでね、高山選手も、えー、トレーニング開始しましたと。まあ、開始というかね、まあ、そのやりましたと。そこでね、えー、自主トレを行い、えー、パワーからスピードへの変化として、えー、5年目に挑むと語ったと。うん。パワーよりスピード感や体感を。 というところでね昨シーズンまでは100の力を出すのに120%の力を出していたと、うんまあ、正直ね100%を超える力でやってしまうと ね、その、日に日に疲れが溜まっていくじゃないですけど、ね、まあ100、100%の力を出すのに、まあ100、100%でしっかり収めておけば、それ以外のところに力も使えますし、まあ、それがね、80%、90%の力で、100の力を出せるようになれれば、もうね、ちょっと余裕ができて、違うところに目を回せると。まあ、それこそ選球眼の方に回せたりとか。 ね、そういうところに回せたりできるんで、来シーズンは100%の力を出すために80%、90%の力でも出せるような体の使い方を求めていくという感じで言ってらっしゃいますね。うん。まあね、その新人王を獲得した1年目から成績落としたんですけど、昨シーズンは105試合に出場して、打率が2割6分9厘と、まあ、あのー、なんとなく復活の兆しが見えてきたかなという感じですね。 えー、そして2年目、3年目と数字は落ちましたけど、絶対成長してると思うと本人はおっしゃってますと。うん。まあ、近本選手がね、まあ、素晴らしい成績を残したじゃないですか。まあ、事実、ヒットをね、159本打って、タオルとかね、発売されましたよ。で、そこで高山選手がね、俺の時はこんなことされへんかったのになーっていうね <laughs>、クメーターのことをね、えー、インスタグラムかなんかで発表されてたと思うんですけど、まあ、まあ、それは置いといたとして、えー、そういうところをね、まあ、間近で見てきたわけじゃないですか。 うん。まあ、ベンチでね、近本選手の勇姿を見てきたわけじゃないですか。まあ、それこそ後輩の勇姿を見てきたんですけど、やっぱり悔しいと。うん。まあ、ただね、えー、悔しい。なんであいつが、あいつがって思うのではなくて、まあ、小さなことでも、ちょっとしたことでも学べるように、ベンチからずっと近本選手のことを見てたと。 まあそういうね、えー、悔しい経験もね、えー、無駄にせず、糧、えー、としてきたというところをおっしゃってますね。だからね、えー、来シーズン、本当にね、期待というところでございますね。うん。まあまあまあ、なんと言いますかね、その外国人選手も入ってきて、まあそれこそサンズ選手がガイア州というところにおいて、枠が一つね、埋まってしまう可能性があると。まあもちろんわかんないですよ。サンズ選手は、えーまあ、2軍スタート。 まあいろんな選手が二軍スタートかもしれない。まあもっと言うなら高山選手が二軍スタートの可能性だってゼロではないわけですからね。うん。だからそういうところから考えて、まああのー、高山選手にはね、えー、成績を持って、えー、事実ね、まあ昨シーズンは本当に復活の兆しが見えてきたと、えー、僕個人としても思ってますし、まあね、えー、挑んでいただきたいと。うん。まあベテラン勢にね、いや、どけどけと。うん。そこのポジションは俺のもんやと。 いう感じでね押しのけて一軍スタメンを勝ち取っていただきたいなというふうに思っておりますとはい、えー、本日はですね高山選手について語らせていただきましたと、うん、まあなんだかんだでねその何と言いますかその1年目でそのヒットは打てるこれは分かったと、うん、じゃあ次は飛距離を伸ばそうと、うん、まあ正直そのありがちなその、まあ、ミスというかなんていうかうん まあすごくね足の速い選手があの力をつけようって思って筋肉をつけたら筋肉が重くなって足が遅くなったとまあ、そういうこともあったりね何かをつければ何かを失うともちろんね何かをつけなければその成長を見込めないというところはあるんですけどただね両方をね高めていけるように頑張っていただきたいなというふうに思っておりますと。 というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。というわけで失礼します。バイバイ。